はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアム、えー、そして IOST、ライトコイン、ビットコイン、キャッシュ、モナコインですね、えー、この計6通貨をですね、見ていきたいと思います。今日が2021年の2月の7日日曜日ですね、今が19時を回ったところです。で、今日のですね、動画なんですけれども、ちょっとこの後ですね、夜の21時からね、えー、グローウ,ウェイズメンバー限定でですね、ライブ講義をですね、いつものようにやっていきますので、ちょっと今日の動画はですね、えー、注目のニュースは省かせていただいて、相場分析だ,だけですね、アップデートしていきたいなというふうに思います。 持っております。今日のですね、仮想通貨市場なんですけども、全体的にですね、まあ自立下げのような形になってきていると、まあ、この週末下げっていうのはですね、ここもずっと最近ね、えー、下がってきているという状況がありまして、えー、やっぱりボラティリティもね、少なくなってくるし、えー、出来高自体もですね、かなり減ってくるっていうのがですね、ここ最近の週末のトレンドのような形にです、ね、なっているという状況ですね。はい、そういった中で、まあイーサアムですね、ちょっと最近弱気かなと、直近のところ弱気かなっていうことをですね、昨日の動画でもお伝えしておりましたが、まあ、そこからですね、どういう風な値、えー、動き、今後値動き、 ですね予想されるのかという部分とですねそこをどういう風に攻めていくか、えー、その辺りのですね解説をしていきたいと思います今日はね10分ぐらいでねやっていこうと思いますのでぜひね最後までお付き合いいただければと思いますそれではですねまずはビットコインのチャート分析から入っていきたいと思います。 はい。それではですね、まずはビットコインから見ていきたいと思います。今日はですね、冷やしからね、えー、やっていきたいと思います。えー、今の時刻が、えー、っと、19時12分ですね。ビットコインの今の価格が39,460ドル。えー、日本円でいうと、414万6千円ぐらいのところを推している状況です。 えー、ビットコインですね、直近のところ、まあ、昨日の値、ね、動きですね、2月6日の冷やしで一気にですね、上に伸びたんですけれども、4万1000ドルのところでですね、レジスタンスされてしまいました。ま、あこのあたりですね、過去最高値をつけた、えー、1月の9日10日っていうところでですね、4万1000ドルから4万2000ドルで、えー、上げ止まりましたけれども、そこできっちりレジスタンスを、えー、されてですね、一気に下げてきたっていう風なですね、展開になりました。ま、あ四時間足でね、後で見ていきますが、結構ね、ヒヤヒヤした局面でしたね。ただ、えー、今回ね、注目なのは、やはりですね、今日の、えー 冷やしで、すすね大きく下髭をつけておりますここの 2, 2日間の値動きをちょっと解説すると、えー、2月6日の値動きでですね、一気に高値試しましたよね。で、そこから一気に反発、あ反落されてですね、抵抗されて、えー、大きな上髭を作って終わってしまったと。その局面からですね、次の日、今日ですよね、今日のスタートからですね、一気に下に売り始められたわけですよね。で、ここのですね、冷やしレベルの 5MA のところまで下げ込まれて、押し込まれてしまったということで、まあ、あの、局面的にはですね、かなり、あの 厳しい展開だったわけですね結構上昇トレンドの終わり、えー、っていうのは、えー、こういったですね大きな上ヒゲで、えー、そこから、ね、トレンド転換して下,下がってくると要はあのプライスアクション的に言うとスパイクハイのような形をつけて下げてくるっていうのが結構ね一般的なんですけれども、えー、そういった状況の中で一旦下げたにもかかわらずしっかり買いが入って3万8000ドルですね3万8000ドルでしっかり買いが入って、えー、上にですね持ち直してきているっていう状況なんですよということは、えー、これだけですね売られやすい局面を作ったにもかかわらず 関わらずね、この4万ドルというところも抵抗ラインとして非常に厚い壁で、えー、ここで,です、ね、ショートが入ってきやすい展開にもかかわらず、えー、そこをです、ね、しっかりキープして上にまた反発してきているという状況からすると、えー、あビットコインはです、ね、ちょっと強いんだなという風なです、ね、見方になるかなと思いますでそれもです、ねまあ、昨日から言っている足レベルの,ここのマックディのです、ね、ゴールデンクロスと RSI のです、ね、上向きこれがです、ね、やっぱり、えー、非常市場のです、ね、安心感につ、ね、ながっていると思います まあ、上げやすい局面であることは、今のところはですね、間違いないということですね。で、まあ、もうちょっとですね、中期的に見たときに、ここのですね、上昇の平行チャンネルが引かれておりまして、ここの中でですね、今動いているんですが、 まあ一応平行チャンネルのこのトレンドライン上でですね、ずっとまあサポートされているという状況。まあここにですね、5MA がね、えー、まぁひっついているわけですけれども、まあ、この辺りからですね、えー、まあ上昇に転じてきているということなので、一つ冷やしレベルで見ていくときに、ここの平行チャンネルと 5MA のですね、割り込まれたところから結構ね、大きめの下落になってくる可能性があるというところはですね、しっかり注目したいポイントかなというふうに思っております。えー、ちょっと4時間足で見ていきたいと思います。 はい、こちら4時間足ですね。で、昨日の動画とですね、今朝のインスタグラムの方でも言ったと思うんですが、ここのですね、短期の移動平均線 20MA、ここがですね、えー、非常に注目だよということを言っていました。まあ、反発というかね、えー、上にテサポートとして機能する可能性があるっていうものがですね、この 20MA のところでした。で、きっちりですね、今回のところに関しては、えー、ここまで下がったんですけども、38,500ドル付近ですね、ここまで下がったんですが、しっかりこの 20MA にサポートされて上に上がっていってるっていう風な状況になっています。まあ、あの、よってですね、この平行 チャネル上昇の平行チャンネルの加減値ラインをなん、ね、とかこう守ったという風な状況ですねでまたですねこの3万9千から4万ドルのこの厚い壁をですね上にあのぶち破ろうとしてえチャレンジしている状況なんですけれどもでこの後の展開なんですがまあ、4万ドルのところはですね意識される4万1千のところも必ず意識されるっていうのはですね間違いないかなと思っていて え、デコボードを見てもですね、4万ドル、それから4万1000ドルのところがですね、まあ明確にこれ意識されているわけですね。で、今は買いたよりも若干売りたの方がですね、意識されていますので、ちょっとね、えー、一旦売り叩かれるような展開になるかもしれませんね。で、しかし4万ドルをまあ抜けた後ですね、4万1000ドルがあるわけですけれども、ここをやっぱりね、抜けられなければ、えー、もう、あの、ここの上昇トレンドラインとですね、 アセンディングトライアングルのような形ですかねこういう風な形で上げていくような展開になれれば来週からの相場でですね非常に期待が持てるということですねということでまあこのままです、ね、今からねロングに入るようなデイトレを考えている方に関してはやはり今はですねちょっと入れないかなと4万ドルが相当意識されていますのでそこを抜けてから、えー、しっかりですねこうサポートに変わるところからのロングですよねただそこからロングしても4万1000のところでまたレジスタンスされる可能性があるということでそこら辺をですね注意しながらここのね上昇トレンド ラインを損切りポイントとして設定してですね、えー、上に狙っていくような相場展開じゃないかなと思っています。まあ4万、えー、線はですね、抜けた後は4万2000が意識されると思いますし、えー、そういったラインをですね、来週超えてくれば、えー、ここのですね4万4000とか4万5000のこのまあ中間ラインですよね。このあたりの、えー、当たるまでぐらいのところはですね、しっかりね、えー、まあ目指せるんじゃないかなというふうには思っております。このあたりですね、しっかり注目していきたいと思っております。えー、続きましてイーサリレを見ていきたいと思います。 はい、こちらイーサリアムですね。えー、今の価格は1656ドル。えー、日本円で言うと、17万4000円ぐらいのところを推移しております。イーサリアムに関しては、えー、ここのラインがですね、重要でしたね。1670ドル。これは、えー、インスタグラムの方でも言ったと思いますが、えー、こことですね、短期の移動平均線が重なっておりましたので、えー、重要だったわけですが、ここをですね、下抜かれてしまって、今ですね、若干上に反発してきているような状況になっております。今の展開というのは、やはりですね、イーサリアムに関してはこう、高値切り下げてしまっている現状と、短期の移動平均線も、えー、下にですね、抜けられてしまっている 現状があります、えー、これに加えてですね、三、え、尊、ー、天井のような形もですね、作られているという状況でして、えー、ちょっとですね、上値が重たい感じにはなってきたかなと、昨日よりもさらにです、ね、重たくなってきているなっていう風な状況ですよね。まあそういった状況の中でどういう風に攻めるかというと、当然ですね、こういったいろんなライン、それからチャートパターンまで加わっておりますので、下に行きやすい展開ではあるんですけれども、えー、そういった状況をです、ね、打破して、ここを抜けるような展開になれれば、E3 はですねま、またさらにね、上昇していく可能性があるということで、まあこの辺りからのロングを ですね、狙っていくんですが基本的にはですねちょっとね今は上げづらい展開かなと思っていますなので、えーまあ、下に下がってくるようであればここのですね中間ラインですね上昇平行チャンネルの中間ラインのところ大体いい1560とかその辺りまでですね下がってくる可能性が非常に高くなってくると、えー、いうことですので、まあ、その辺りの状況を見ながらですね下がったところをまあ徐々にね現物であれば買い増していくようなですね戦略まあ今はですね生還するべきじゃないかなというふうに思っております続きまして i o s t 見ていきたいと思います はい、こちら IOST ですね。今の価格が1.9セント、えー、2セントぐらいのところですね。えー、日本円で言うと、 えー、2.1円ぐらいのところを推移しております。iOST に関しては、やっとですね、この1.9セントですね、ずっとこれ僕が言っていたポイントですけれども、まあ、あの、かなりレジスタンスとして機能していたラインをやっと超えて、今ですね、なんとか固まった、固まってきたような展開になっているんじゃないかなと思っておりますので、えー、まあ、この辺りからですね、徐々に打診エントリーでね、攻めていってもいいんじゃないかなと、個人的には今思っているところです。で、どこまでこれを狙っていくかというと、次のラインとしてはですね、えー、まあ、以前から見てくださっている方はわかると思いますが、えー、3.3 が一応上限の上限というかね上のところでね意識されているラインになりますのでまあこの辺りまでは狙っていけるんじゃないかなとでその前にでですねえここで直近最高値ですね2.5セントぐらいまで上がりましたまああの正確に言うと2.7セントぐらいまで上がったのかなはいこの辺りでですねレジスタンス強烈にねえされましたのでまたこの辺りで意識されるのはおそらく間違いないかなと思いますなのでえまあ今からですねしっかりこのボックスを意識しましょうということですねはいこの2.9セントから3.3セントまでのこの箱をイメージして下のところから から入っていくとで、その箱を下抜けるんであれば、一旦逃げないといけないし、えー、しっかりこの下からですね、上までを狙っていくと。まあそういう風な意識の中で、直近最高値で上げ止まったポイントの2.5セントぐらいのところの値、ね、動きっていうのはしっかり注意するみたいな感じですよね。なので、まあ部分理確してもいいですし、まあ基本、まあもう少しね、状況を見ながら上を試していくっていう風な戦略でもいいかなと思いますが、まあこういったですね、えー、上昇が期待できるような展開であることは今はですね、間違いないかなと。この移動平均性の形見てもね、そうですけれども、えー、マクリーもね、上向きに変わってきつ,つあります。まあ状況としては 非常に好転してきているようなイメージを受けておりますしっかりですねここの1.9セントを守れるかどうか文字的にはねこのまま上げていきそうな雰囲気はですね見えるんですけれども、まあ、そういったところをですねそういった価格帯を起点としたですね戦略を立てていただければいいんじゃないかなというふうに思っております続きましてライトコイン見ていきたいと思いますはいこちらライトコインですけれどもライトコイン今がですね155ドルですね日本円で言うと16200円 で、ライトコインもですね、この短期の移動平均線20 m a を起点として、えー、サポート2回されているという状況ですね。この3回目が結構ね、大事かなと思っていて、えー、まあ、このままでですね、ここサポートされていますので、えー、この160ドル付近までは上げるんじゃないかなと思うんですが、ここがですね、若干ね、今勢いがもう弱くなってきているわけですよね。えー、そういった中で、ここまで上げきれるのかどうか微妙だし、上げきったとしてもここを抜けるのかどうかがちょっと微妙な展開になるんじゃないかなと、えー、思っております。まあ、4時間足レベルで見ると、マクリーがですね、デッドクロスを起こしていますし、 でもちょっっと下向き加減にです、ね、なってきになてつつありますので、えー、まあ横ばいかちょっとね、まあ、このままどんどん上に行くような展開にはちょっと今のところはですね見れないかなというふうに個人的には思っていますまあそただですね中期的に見たときに、えー、移動平均線は全て上向きですそしてここのです、ね、上昇トレンドラインなんかもですね下には控えているとそして何よりも140ドルというこの歴史的ラインをですね上抜けているという状況からしてもですね今からまあ,あの中期的には上がっていくような相場になると思いますので,で一旦のですね調整挟みつつまだまだですね180ドルぐらいまではね だっていけるという風うなですね中期的なまあ視点で見ていくべきじゃないかなという風うに思っております、えー、続きましてビットコインキャッシュですね見ていきたいと思います はい、こちらビットコインキャッシュですね。今の価格は459ドル、えー。日本円で言うと48,200円のところです。えー、ビットコインキャッシュもですね、移動平均線の形的には、えー、ちょっとですね、先ほどのライトコインと似ているような感じですね。移動平均線がすべて上向き。まあ、ゴールデンクロスをね、直近のところを、えー、形成しておりまして、えー、短期の移動平均線,線にサポートされながらですね、上に上がっていっているっていう状況です。ビットコインキャッシュに関してはまだですね、この歴史的なライン、この水色のラインの中にいるということで、えー、もう少しですね、上に行かないと、ちょっとね、えー、上への信頼度はですね、 してなないわけけんですけれどもただそういった中でも移動平均線の形的にはですね非常に上昇に向かっていきやすい展開には、えー、見えるかなと思いますので、えー、この辺りで,ですねしっかり、えー、例えばこの水色の下限値ラインというと437ぐらいのところなんですけれどもそこをしっかり守って上に、えー、展開できるかどうかというところがです、ね、注目ですよねそこで、まあ、守らなければまたですねこの高値の、えー、切り下げる、ね、意識が働いて中期的に下落トレンドライン、えー、下落トレンドに転換していくというふうなです、ね、展開になるかなと思いますので今がですね 非常に勝負ですよねしたがって価格帯が勝負の時っていうのはこっちは勝負しちゃダメなんですよねどっちに動くかわからないので、えー 価格に関しては勝負がついたところからそこに乗っていくっていうふうな意識でですね、今は生還していくべきかなというふうに思っております。最後にモナコイン見ていきたいと思います。はい、こちらモナコインですね、今の価格が1.76ドルですね、日本で言うと185円のところを推移しております、えー。モナコインですね、僕がずっと言っていた1.86をですね、一旦超えたんですけども、抜け切ることはできませんでしたね、キープすることはできませんでした。で、逆に、それを割られてからですね、今度はレジスタンスとして、また下にですね、意識が向いてきつつあるような状況になっております。そういった中で でも、えー、昨日の動画でお伝えしましたここの1.7セントのところですねここはなんとか守りましたね、えー、そして短期の移動平均線も今ですね、えー、レジスタンスあサポートですねサポートされているような、えー、展開になっておりますので、まあ、ちょっと直近のところですね1.7ドルのところと、えー、今の価格帯1.75ドルのところぐらいのですね価格帯でちゃんとキープできるかどうかがですね重要かなと思っていますまあ,あの中長期の移動平均線も上向きに変わってきつつありますので、えー、中期的なトレンドとしてはですね上に上がっていく可能性もあるんですけれども、えー、ただ直近のところに関してはですねちょっと とね高値が切り下がっていてしかも1.86を抜けられないっていう風な展開が心、えー、理としてですねまあ植え付けられるような、えー、そういう風なですね指標になっておりますので、えー、まあマックディもねちょっとデッドクロスを起こしたりとかあれさえも下向きになったりとかっていうところちょっと厳しくなってはきているんですがまあ引き続きですねこちらは静観ですねで1.86をしっかりね、えー、固めたところからのロングをですね、えー、狙っていきたいという風なですね見解を今個人的には考えているところですということでまあ今日はですね相場、えー、分析だけやっていきましたけれども しっかりですね、ここで僕が申し上げた価格帯ですね、僕の予想はどうでもいいんですね。<laughs> 予想は当たるかどうかわからないので、どうでもよくって、しっかりですね、僕がお伝えしたこの水平線ラインですね、1.86とか、いろんな価格帯出てきたと思いますけれども、そういったところは、えーと、価格帯で水平線として引いていますので、ここに関しては結構ね、他のトレーダー、世界中のトレーダーもですね、意識しているはずのラインになります。まあ、こういったところを起点としながらですね、大体ね、若干のこう価格幅は、取引所によっても違いますので、大体のところでね、同じようなライン引いて、 戦略を立てていくということをですねやっていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますということでえ今日の動画はここまでにしたいと思いますまあグローベルズメンバーの方はですね後ほどまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました